皆さん、水曜ブンブン丸のお時間ですよ。本日もよろしくお願いします。今回のプレゼンターはこちらの方です。コメージサトリです。本日はよろしくお願いします。何よ、ダークマター企画でもやるわけ？まあまあ、まずは話を聞いてください。この幻想郷で生きてれば、まあいろんな事件というか異変に遭遇するじゃないですか。まあ、それが幻想郷というか、東方だからな。起きたトラブルを解決するってのは王道の流れだし。魔王が生まれれば勇者が生まれる。異変が起これば、それを解決する者が現れる。殺人事件が起これば、それを解決する探偵が現れる。ということで、私が持ってきたのがこちらです。犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説。これ、完全に本家のやつじゃん。私好きなんですよね、ミステリー。探偵もやってましたしね。我慢大会か、えらく体を張る企画だぜ。今回の舞台は、コウマ館です。ターゲットは、マリサさん。嘘のロケで来てもらいました。マリサさん以外は全員仕掛け人です。マリサさん含め仕掛け人たちには事前にコウマ館で一泊してもらって、現在に至ります。そういえば、吸血鬼よ。お前のとこの魔女はどうした？あれも参加する予定だっただろ？あら、そういえばいないわね。あの子のことだから、読書に夢中になってるのかしら。昨夜、呼んできて。かしこかしこまりましたかしこ。なんだその返事。この悲鳴は、昨夜。何ちゅう悲鳴あげてんのよ。どうしたんだ、昨夜。ああ、パチュリー様、パチュリー様が、パチュリー様が倒れてる。どいて、私は医者よ。いや、お前医者じゃなくて庭師だろ。死んでるわ。そんな、一体誰が。マリサさん、事件ですよ。ん？皆さん安心してください。事件は必ず解決します。この方は、あの霧雨マリサなのですから。え？本当に何言ってるの？マリサ、あのマリサですか？知ってるの、昨夜。数々の難事件をその貧乳によって解決してきた名探偵。別名、貧乳マリちゃん。バカにしてんのか。貧乳で解決ってなんだよ、おかしいだろ。あの貧乳が、難事件を解決してきた秘訣なのね。お前、これ終わった後説教な。殺害されたのは、パチュリーのウレッチさん。死因は、ヨウムさんが調べたところによると毒物の服用が要因かと思われます。さらに調べてもらったところ、パチュリーさんの近くにあったグラスから同じ毒物の反応がありました。マリサさん、このことから、何がわかりますか？え？なんで私に聞くんだ？探偵でも何でもないんだけど。もう一度言いますね。いや、もう一度？え？殺害されたのは、パチュリーのウレッチさん。死因は、ヨウムさんが調べたところによると毒物の服用が要因かと思われます。さらに調べてもらったところ、パチュリーさんの近くにあったコップから同じ毒物の反応がありました。マリサさん、このことから何がわかりますか？いや、だから、せめてここの主人のレミリア改変解決人の霊夢に聞けよ。もう一度言いますね。いや、もういい。わかった、わかったから。わかりました？この事件は殺人ってこと、だよな？殺人？冗談じゃない、私は帰るぞ。待ってください、今帰られたら困ります。ふざけるな、殺人ってことは、まだ殺人犯が潜伏している可能性があるってことだろうが。逃げるなら、犯人とみなしますよ。なんだと？まさか私を疑うのか。レミリアさん、現在コウマ館の内装は操作され、このフロアへ出入りする道はなく、結界によって窓からの侵入も不可能の状態ですよね。そうね、コウマ館も絶対に安全ってわけじゃないからそういう措置を取らせてもらったわ。全員の食事やおやつを用意するために私だけは出入りできる状態です。レミリアさんが言うことが事実なら、外部の者がパチュリーさんを殺害することはできません。このことから何がわかりますか？え、つまり犯人はこの中にいる可能性があるってことだよな？ふふふ。なあ、今死体がくしゃみしたぞ。マリサ、友達が死んで悲しいのはわかるけど、今は事件解決が優先よ。いや、あいつ生きてるだろ。悲しいのはわかるわ、事件解決が先よ。おい、私に脈を調べさせろ。死んでるってば。ほら見て、完全に死んでる顔でしょ。さ、確かに、少女としては完全に終わってはいるけども。ガタロウ先生の世界でしか見れないような顔してるわね。容疑者は霊夢さん、レミリアさん、ヨウムさん、サクヤさん、そして私とメグムさんです。さあ、マリちゃん、気張って犯人探ししてください。いや、お前がやれよ。心読める反則探偵だろうが。心を読んだ、なんてもの証拠になるわけないでしょ。私は嘘発見機くらいの存在と思ってください。貧乳マリちゃん、頑張って物的証拠を見つけ出し、犯人を突き止めてください。お前も言うて貧乳だからな。今回は貧乳率が高いわね。あんまり近づいちゃダメよ、霊夢。貧乳が映っちゃうわ。あいつら次に殺されねえかな。その気持ちとわかる。で、どうやって犯人を探すの？まずはアリバイを聞いて回るのがいいかと思います。ということでマリサさん、死亡推定時刻から皆さんのアリバイを確認してください。死亡推定時刻は、深夜0時から2時くらいかな。よくわかるわね。直腸内温度とか角膜、規範とかもろもろで推定したの。正確ではないから参考程度ってことで。
次はヨウムが貧乳探偵でも良さそうだな。第2弾では冥界の貧乳探偵として活躍してもらうのもいいですね。絶対にや。なあ、これいつまで続くの？犯人見つかるまで帰れませんよ。え？逃げたら犯人とみなし拘束するって言ったじゃないですか。あれ、マリサさんにも該当しますからね。なので、頑張って犯人を見つけ出してください。見つかるまで終わらないってことかよ。で、私たちは0時から2時の時間帯に何してたか証言すればいいわけ？いや、無理じゃない？だってみんな寝てるでしょ。仮に起きてても、一人で部屋にいたらアリバイなんてないわよ。ふむ。では、夕べ何か不審に思ったことはありませんか？何でもいいんです。そういえば、何時くらいかわからないけど、ちょっと夜騒がしくなかった？騒がしかった？うん、ちょっとしか聞こえなかったけど、部屋の外で誰かが外で言い合ってたような。それは何時頃？部屋に時計なんてなかったし、わからないよ。外が真っ暗だったから夜なのはわかるけど。それ、私かもしれないわ。パチュリー様に夜中におやつを作れと命令されて、健康診断の数値も良くないので完食しないでほしいと口論になってました。多分それかと。ああ、それ聞いたかも。昨夜とパチュリーが言い合ってたのね。昨夜さん、何時くらいに口論を？11時くらいだったかしら。マリサさん、死ぬ前に被害者と話していたみたいです。そうだな。その時のパチュリーの様子はどうだった？そうねえ。何か焦ってる感じでした。焦る？何に焦っていたのかはわからないわ。言い合った後、パチュリー様は部屋に戻ると言ってお戻りになられたので。部屋にはちゃんと戻りました？さあ、口ではそう言っていたけれど、お部屋までお見送りしたわけじゃないから本当に戻られたかどうかはわからないわ。ねえ、まだ犯人見つかんないわけ？早く終わらせておやつの時間にしましょうよ。おい、2人がケーキ食べてんぞ。もうこいつに犯人聞いたらいいだろ。マリサ、友達が死んで悲しいのはわかるわ。でも今は犯人を見つけるのが先よ。もういいよそのくだり。はしたないから手づかみでケーキを食べないでください。ケーキってのはね、こういう食べ方が一番美味しいのよ。で、犯人は誰なんだ？レミーよ。ふふ。そこは教えるんだ、教えちゃうんだ。なぜだ、なぜパチュリーノーレッジを殺したんだ？親友だったんじゃないのか？本当よねー。お前は黙っててくれ、笑っちまうだろうが。仕方なかった、仕方なかったのよ。そちが私のおやつのプリンを勝手に食べたから、だから殺してやったの。ワインに毒を入れて。殺人の動機がしょぼすぎる。そりゃ殺されても仕方ないわ。私も躊躇なく殺すわ。お前らもっと友人を大切にしろ。お嬢様、実は昨晩パチュリー様がおやつを作ってほしいと頼んだのはお嬢様のためだったんです。私のため？勝手にお嬢様のおやつを食べたことをパチュリー様はひどく後悔しておられました。だから新たにおやつを用意して仲直りしようとしていたんですよ。そんな、そんな、パチ、ごめんパチ。ええんやで。いろいろと台無しだよ。見事に事件を解決しましたね。貧乳マリちゃんの名推理、お見事でした。いや、マリサ何も推理してなくない？悟りがどんどん進めてたじゃんよ。マリサはただただ小さい胸をバカにされただけだったな。あれをミステリーって言っていいものなのかしら。まあ、プレゼンした人が満足ならそれでいいんじゃないですか。この勢いで冥界の貧乳探偵とか、天界と地獄の貧乳探偵とかライバル作って続編やりましょう。なんなら私、地底の貧乳探偵になります。なぜ貧乳にこだわるのか、これがわからない。まあ、要するにあれですね。マリサさんは貧乳ってことです。マスタースパークで焼き鳥にされても知りませんよ。